今日は韓国産が、日本より先にアメリカより購入した、1兆ウォンの高高度無人偵察機グローバルホーク4機が、ほとんどまともに機能していないことが判明した動画だよ。いつもの日本より先に手に入れて、マウント取って満足する系のやつか？それでお金ないのに1兆ウォンも無駄に使ってたにだ。日本にマウント取れれば1兆ウォンぐらい、安いにだ。本当にそう思ってそうで怖いんだぜ。ムンさんの支持率的には貢献してると思うんだぜ。確かに、そういう民族だからな。ちなみに3号機は、購入以来1回も飛んでないよ。見栄だけのための購入？グローバルホーク3号機は地上に映像イメージを伝送する構成品が故障し、5ヶ月間にわたり原因が判明しなかったんだよ。しかも故障している部品は、いつ調達されるのかも不明だって。完全にいらないやつだろ、これは。しかも韓国産運用維持段階の部品調達のための、契約者軍需支援契約を米国が2016年に提案したんだけど、2020年にやっと協議に入ってるよ。お金を払って、維持、管理できないのかな？それともやっぱり使わないからいらないのでは？さすがの韓国産も軍に対して、空軍はグローバルホーク管理実態を綿密に点検し、安定した運用維持のための対策を速やかに講じるべきと。苦言を呈しているよ。そりゃそうだろうな。1兆ウォンかけているのに、全然使っていないんだからな。みんなのコメントはどんな感じなの？どうせ無人機だけ仕入れて、地上インフラや運用人員体制の予算まで考えていなかった、なんてことでしょ、どうせ。壊したんですか？それとも技術盗用のための分解？アメリカの軍需産業も韓国を、お得意先としては見ておらず、部品の供給は後回しですよ。何でもそうですが、安定した運用を望むのなら、予備として交換部品を多めに準備しておかないと。韓国には無理か。韓国産は保守って概念がないんだろうな。ランニングコストはケチるにだ。なんとかなるにだ。はい、今日はやっぱり韓国産最新鋭の無人偵察機買ったけど、全然使いこなせていなかった動画でした。ご視聴ありがとうございました。さすが韓国産だぜ。日本より防衛費の予算高いだけはあるんだぜ。ご視聴ありがとうございましただぜ。